伊藤梅子伊藤梅子大正13年4月12日は伊藤博文の掲載女流歌人。1848年、木田久兵衛の長女として長戸国で誕生。赤間関稲荷町の沖やいろはろうの幼女となり、芸儀となって小梅を名乗る。1864年頃、イギリスからの帰国間もない伊藤博文と出会う。当時、はすでに入江 野村康氏の妹である住子と結婚していたが、白文と住子は1866年に離婚し、梅子が掲載となった。その後、同年長女、貞子、次女生後を生み、養女長子、養子、広国、新一、文吉らを育て上げた。夫の白文が初代内閣総理大臣となったことにより、梅子もまた初の内閣総理大臣夫人となった。その様子は、 白川龍之介の花火に記述されている。梅子は家畜で高学心に富国期心が強く、下田歌子に和歌を学び、英語の習得にも心がけた。常々見出し並みに気を配り、不徳の感と称された。1909年10月26日に白文が暗殺された際には、梅子は涙一つ見せなかったが、実質で国のため、 光を添えて行きましし君とし思えどかな叱りけると読んだとされる。その後、総老閣を出て、東京の育子の突起先の末松県庁邸などを転々とし、1924年4月12日に死去した。ありがとうございます。